さあゆっくりと今ダブルコーナーに隊列を入っていきまして、これからスタートの時を待ちます。ゴールからはアイスバトラーズの横田秀典です。そして2番グリッドはゼッケンにチームオーガストの山下優になります。そしてこの前の2人から間を取って抜いていこうというのがゼッケン7チーム KBF の高田亮、まあ、このローリングスタートの場合3番グリッドも結構いいスタート切れますからね。さあ隊列加速してまいりました。今スタートが切られました。クリアスタートということです。さあ1コーナーはまず横田秀典が先していきまして、その後ろから山下優が接近しています。山下優3コーナーのイン側にここでは並びましたけども、ブレーキングでは前に走ることができません。さらに接近してどうでしょうか。第6コーナーのイン側に入った入った入ったラインをクロスするか。前に立ちました山下優。まずは1周目してやったり、横田秀典のペースが上がらないところをパスしていきました。そしてゼッケンなら高田亮も第10コーナーのブレーキングで2番手に浮上です。2番手に上がりました高田亮。どうした横田、ホールからのスタート、先ほどの予選ヒートでは速さを見せていました。ですけどもこの決勝レースではスタートちょっと鈍りがあるようですね。鈍いような感じがあります。エアーズの接近をレース後半に振っているのか、まあ、22周とちょっと長いレースになりますから、その辺の駆け引きなのか、まあ、その答えはレース終盤に見えてくることでしょう。さあトップになりました山下優は、とにかくまずここで貯金を作りたいところです。逃げて逃げて2番手高田に対してその差を築いていきたい。3番手横田もどうペースが上がってくるか分かりません。さあトップが最終コーナー立ち上がってコントロールラインを通過していきます。トップは山下優、2番手のゼッケンが高田亮、そして3番手がゼッケンの横田、そして4番手のゼッケン4の斉藤です。5番手のゼッケン秋山田、6番手のゼッケン長谷川です。さあレースは5番手争いが接近しているようです。ゼッケン8の山田に対して長谷川接近してきていて、この長谷川はゼッケン1ディフェンディングチャンピオンです。そのディフェンディングチャンピオン、なんと現在6番手を走行しています。さあトップコントロールラインを通過、ファーストストラップ48秒997をマークしています。これは山下優、予選ヒートでは何か余裕を残していたのか、この決勝で何かそれを使ってきたといいますかね、決勝でペースを上げてきたようにも見えます。さあ第6コーナーを抜けてダブルコーナーへと入っていきます。トップゼッケン2の山下優、その後ろにはゼッケン7の高田亮が続いて、3番手にはゼッケン5の横田になります。横田秀典。さあ第10コーナー、そして最終コーナーを立ち上がってまいります。コントロールラインを通過山下優、またこの周回でもファーストトラップをマーク、48秒897をマークしています。後ろ高田に対して1.4秒差を広げています。トップ 1.2 は 1.5 秒ぐらいの間隔でラストレートを通過していきます。そして4番手には斉藤誠、そして5番手争いですね、山田と長谷川の戦いですけども、長谷川の方が前に立っていますでしょうか。さあその長谷川、順位を上げながら今第6コーナーへと入っていきます。そうですね、5番手に長谷川が上がっていますか。その前には今度斉藤、ゼッケン4番の斉藤が待っています。トップの山下優がコントロールラインを通過していきます。この周回も後ろの高田に対してまたコンマ1秒ぐらい差を広げました。2番手にはゼッケン7、高田亮です。3番手にはゼッケン5、横田秀典となります。4番手争いは
今斉藤誠の後ろに長谷川翔吾が追いついてくるという展開です。まあ、シリーズ争いを考えてもディフェンディングチャンピオンの長谷川はなるべく一つでもポジションを上で結果を受けたいところです。さあ追いついてきた長谷川、斉藤の真後ろにつきました。ダブルコーナーです。ちょっと長谷川後ろをちらっと見ました。これはまあ仕掛けた時に仕掛け損ねた場合後ろに誰がついていないかといったところを確認したかったかと思いますけども、さあ今コントロールラインを通過していきます。そして1コーナー4番手争い接近戦を演じています。さあトップゼッケンに山下優は今第6コーナー第1ヘアピンへと入っていきます。序盤ですね、まあ、この辺りも2番手の高田に対して今後は1秒ずつぐらいペースがいいですので、これはどんどん差を広げていく可能性もあります。そして2番手の高田よりも3番手横田の方のペースの方が上回っています。どうでしょうか、この後レース終盤に向けてですね、3番手横田のペースが上がってくるのか。さあコントロールラインの通過、ここで来た。パーセントラップは3番手を走行している横田、横田秀典がパーセントラップペースを上げてきました。スタート前に決めたタイヤのエアーズがこのレースコンディションに合ってきたのか、タイヤに熱が十分に入って、この辺のペースからが勝負と横田は踏んでいたのか。さあトップとのギャップはありますが、前の高田とは本番7秒差といったところですから、ここからペースを上げてですね、捉えていきたいところです。さあトップコントロールラインを通過していきます。山下優です。接近に中央に中心に入ってきました。2番手の接近から中田亮、トップから遅れること 1.9 秒差です。そして3番手は接近の横田、先ほどのペースはパーセントをマークしたんですけども、この周回は何かミスがあったか、本番6秒先ほどのペースよりも落ちています。4番手にはゼッケン8の山田、そして5番手にはゼッケン1の長谷川翔吾、6番手はゼッケン4の斉藤誠、7番手ゼッケン3の中村徹、そして8番手にはゼッケン6の渡辺康平となっています。トップ山下優が今最終コーナーを立ち上がってまいりまして、コントロールラインを通過していきます。2番手高田亮太郎差が2秒と広がりました。そして3番手横田ですけども、ペースが今一つ上がりませんね。我々の期待とは裏腹にちょっと手こずっているような感じもあります。そして4番手争いは山田です。その後ろに長谷川も追いついてきていますが、ここもどうでしょうか、バトルになってくるのか。さあ4コーナーを立ち上がったところ2台のギャップはほとんどない。さあ来るか、長谷川来るか、インに入った、インに入った、長谷川がここで4番手にポジションを上げます。さあカーナンバー1ディフェンディングチャンピオンの証、長谷川翔吾がまた一つポジションを上げて4番手と浮上しました。トップのマシンは今フラストレート3コーナーへと入っていきます。あですけども、あの長谷川また山田に第10コーナー先ですね、また順位を取り戻されてしまったんです。4番手には山田、長谷川は2人のバトルですね。第6コーナーのところでは長谷川が前に立っても、第10コーナーではまた山田が前に立つというそんなシーソーゲームになっています。さあまたですね、4コーナーの立ち上がり、長谷川が第6コーナーでインに入りました。そして長谷川が前でダブルコーナーに行きます。さあダブルコーナーの立ち上がり、ちょっと山田のアクセル音が遅れましたかね、トラクションの係が短かったせいで、この周回ではゼッケン1の長谷川の方が前で最終コーナー立ち上がってまいります。コントロールラインを通過していきます。11周終えて残り9回は11周です。
さあ、先ほどの集会では2番手を走行していました前県からの高田亮がファーストトラップ48秒773をマークしています。先ほど2秒以上離れてしまったこのトップワンツーの差も 1.9 秒台また1秒台に戻しました。スタート最終コーナー立ち上がってまいりました。コントロールラインを通過していきます。2番手を走行する高田前に追いついていきたい。さあ横田もこのコントロールラインを通過していきます。4番手に上がってきました長谷川コントロールラインを通過していきます。そして山田が5番手6番手には斉藤真琴7番手を走行します。鈴木健さんは中村徹も今コントロールラインを通過。そして渡辺康平も今8番手でコントロールラインを通過していきました。さあ山田のペースが上がりませんかね。山田後ろから来ていますゼッケン4の斉藤にもプレッシャーをかけられそうなそんな距離感になっているように見えます。さあ山田斉藤にも抜かれましたか。4番手長谷川がコントロールラインを通過していきます。そして鉄拳4の斉藤が1つポジションを上げました。山田が1つポジションを下げてしまいました。中村徹が7番手でコントロールラインを通過。そして渡辺も今通過していきました。さあトップ山下優は49秒080というラップですけども、その後ろ高田がですね、ベストですか48秒773というペース。さあ、おっと4コーナーですね、スピンをしてしまいましたが、これはゼッケン4番ですか斉藤誠5番手まで順位を上げましたけども、4コーナーでスピンをしてしまいました。あ、ゼッケン3番手してしまった。中村徹が4コーナーのアプローチでマシンをスピンさせています。さあトップは今4コーナーを抜けていきます。もうペースを流しているのか、ゼッケンに受けます山下優。第6コーナーを立ち上がっていきます。その後ろゼッケン7、高田亮はペースを上げながらですね追いかけています。先ほど2秒まで広がった差がですね今 1.5 秒差と縮まっています。さあトップ山下優がコントロールラインを通過していきます。そして2番手で決まった高田亮が通過。この2人のギャップは 1.5 秒差。この集会はほとんど差がない。そんなラップで通過しています。3番手横田が少しペースが届かなくなってまいりました。まあ、疲れたってことはないでしょうけども、まあ、このコンディションですね。まあ、ドライバーは神経をこう削りながらの走行になっていると思います。さあダブルコーナーに入りますと菊原総理だいぶ接近してきていませんか。山下優と高田亮、高田亮のペースの方が勝っているような感があります。さあそのタイム差、コントロールラインを通過したところでほんま2秒縮まりましたか。先ほど 1.5 秒あったから 1.3 秒差と縮まりました。山下優19歳、後ろから追いかける高田は38歳。さあこの2人の、まあ、年代全然違いますけども、この2人がですね同じ道具を使って、正々堂々と戦っています。高田亮は SL の全国大会で3連覇を取っている選手なんですね。さあその高田亮がペースを上げてきています。さあ残り周回が5周というところで2人のギャップは1.2秒差。このまま山下優がペースを落とさなければ高田亮は尻尾をつかむことまではいかないか。2人のギャップは 1.2 秒といったところで残り周回が5周、ほんま2秒ずつ
差を詰めても田中は山下には届きません。ですがこのダブルコーナーを抜けているあたりまたなんかさらに2マッチゲームも見えるんですね。第10コーナー第2ヘアピンへと向かっていきます。 FP3 の突破争いゼッケン2の山下優、今最終コーナーを立ち上がってまいります。コントロールラインを通過、2人のギャップはあれ縮まりましたね。ほんま7秒ぐらい縮まりました。高田がファーシャトアップ48秒672をマークして2人のギャップは1秒以内になりました。ほんま9秒差。さあ残り周回は4周です。前に周回遅れが見えてきますが、まあ、これは耐久レースと違ってブルーフラッグが、ね、出ますので、この辺りで差が縮まるってことはないんでしょうけども、ペースが上がらない山下というよりはペースが速い高田、ダブルコーナーを抜けてまた2人の差が追い縮めています。これはレース終盤に向けて面白い展開になってきました。山下優逃げていけない。今コントロールラインを通過、2人のギャップはコンマ8秒差。この周回ではコンマ1秒縮まりました。トップ山下優今裏ストレート、その後ろ高田亮が今裏ストレート、4コーナーを抜けていきますけども、残り周回が3周ですか。今19周を終えて20周に入っていますが、山下優後ろから高田の気配を感じているのか。ダブルコーナーを抜けてそして第10コーナーへと入っていきます。突破争いどうですか。また縮まってきているようにも見えますよ。今コントロールラインを通過、2人のギャップはコンマ7秒差。この周回でもコンマ1秒削りましたけど、残り周回が2周というところで2人の差はコンマ7秒差ですから、山下に大きなミスがない限りですね、差が大きく縮まることはありません。ですけども先ほど高田48秒6というペース、まあ、今よりもコンマ3秒ぐらい速いペースでしたから、ペースを上げたいところ。さあ山下優このまま逃げ切れるのか。ダブルコーナーで高田ちょっと気持ちの方が先に行っているにも見えました。アクセルワーク第10コーナーに来て2人のギャップまたちょっと縮まったか。やっぱ序盤に作った山下優貯金が多かったおかげで後半ですねじりじりと迫られている。その高田のペース今後は1秒ぐらい速いですけども、なんとか逃げ切れそうなそんな距離感で今インフィールドへと入っていきます。トップは19歳ゼッケン2の山下優、2番手はゼッケンが SL 全国大会でチャンピオンにも輝いている高田亮です。ダブルコーナーはまたここで一気に縮まった。だけどもどうだ、立ち上がり加速ではほとんど同じ。さあゼッケンに山下優が今最終コーナーに入ります。地方選手権 FP3 のトップチェッカーは山下優、そして2位には高田、最後追いついてコンマ5秒差。3位には絶景後の横田が入りました。ポールからのスタート序盤ですね、ちょっとセッティングがうまく決まらなかったか、序盤で遅れを取ってしまって3位でのチェッカーとなりました。そしてディフェンディングチャンピオンのゼッケン1長谷川翔吾が今4位のチェッカーです。5位にはゼッケン4の斉藤誠が入りました。6位には山田が